はい、じゃあ前回も話した通り37年ゼファー非常に珍しいので、国内に何台も、ない車だと思います。どうだろうな、パッて見て、これが当時のオプションのホグランプなんだけど、はい、今はウインカーになってます。あ、はいはい、ウインカー点灯になってますね。今は見られない、ダミスポ、はい、ダミスポットランプで、昔の人はこれで何を照らしたんでしょうね。まあ、映画とかにもたまに出てきますよね。これはこの車のランプはつくんですか。これはね、今配線してないです。今はつかないです。何照らしたんでしょうね。何照らしたんでしょうね。これで照らして撃たれちゃうんですかね。あ、なるほど。そして撃つわけですね。うん、で、じゃあ、まあ、ボンネット開けてみましょう。なんか一見新しそうなエンジンが乗ってますけど。新しいので、LS3。はい、ですね。これ2000何年なのかな、かなり新しいとしか言えないんだけど、エンジンを乗せ替えてるっていう。あ、 LS3 の前から行くと、ラジエーターが、このスペースに入れないといけないので、規制がすごい多くて、はい、デュースクーペの、アルミラジエーターです。はい、はい、デュースクーペ。あ、デュースクーペって32年フォードね。はい、で、LS1 なんだけど、ここ LS3 じゃないですか。あ、LS3 だ、はい、ごめんごめん。ここにグニャーっていうパイプ経路があるじゃん。はい、うん、で、これが、エンジンルーム内で空気が温まった空気を吸わないように、一番下ラジエーターの下まで伸びてます。はいはい、フレッシュなエアを吸えるようにってことですね。うん、そうだよね。これの取り回しがね、結構大変っちゃ大変だったんだけど、ちょっとまあ今の車に比べてもエンジンルームファイアウォールは狭い印象ですね。うん、今の車だったら例えばこんなところとか、まあ、もうちょっと吸わせるところはあるんだけど、狭いよね。この LS3 っていうのはどんな車に乗ってるエンジン？カマロ、コルベットじゃないかな。あ、うん、割とスポーティーなエンジン考え。もともとはどんなエンジンが積まれてる車？もともとはリンカンゼファーは、フラットヘッド V12。あ、そうですね、もともと高級車なんですね。高級車だね。うん、だから V12 だから結構広いは広いんだけど、まあ結果的にはいっぱいいっぱい寸法で、ブレーキがウェルトで、マスターブースターが9インチだったかな。割と非常によく効きます。はい、逆にコントロールがしにくいかな。あと、まあエアコンが当然ついてまして、まあエアコンは、うん、これがレシーバータンクで、まああそこの経路から室内に入ってるっていう感じかな。割と37年の車をやっぱり現代で快適に乗るための、作業が施されてるというふうに考えます。まあそうですね。エンジン、ブレーキ、エアコン、そしてラジエーターということですね。うん、はい。まあ、あとシーティーと、ラック&ピニオンのパワーステアリング。あ、パワーステかっていう。もともとは、オモステって考え、もちろんだろうね。はい、これが製造された頃にパワーステが存在しない。あ、はい、すいません。
です。外装は割とオリジナルの当時の見た目に近いって考えてもいいですか？外装は、何年前ぐらいだろう。アメリカで一回レストアされてんだけど、はい、うちでもう一回修正して、塗り直して、カスタムっていう点はほとんどないかな。見た目はオリジナルにほぼ近いんじゃないかっていうことで、うん、まあオリジナルだね。なんというかその機関系を現代のものに近づけとるっていう、近づけてるっていうイメージで、うん、そうだね。なんかあと逆に言うとオリジナルに見えるようにみたいな感じがあって、あ、はい、これ例えばこのランニングボードって本物じゃないじゃん。はいはい、まあ、当時のものが本物を何とするかっていうのは難しいところだと思うんですが、うん、ちなみに本物はゴム張りなんだ。はい、で、これは こいつは、グラスファイバーのリプロダクションなんだけど、はいはい、グラスファイバー、そいつをマッドブラックに塗るとゴム的に見えるかなっていう。ああ、はい、ゴムみたいに見せてるっていうことですね、うん、はい、そうだね。後ろ行きますか。後ろね、あ、内装行きますか。ちょっと待って、じゃあ後ろでいいんだけど、あれ、あ、後ろは鍵がないと、ちょっと待って、当時のやつで鍵入れないと開かないっていう、とても不便なんですよ。はい、割と荷物は詰めない感じですね。あのね、詰めないんですよ、ですがこれ一応あのこういう風に詰めるんですね。積んでください。割といろんなギミックが、細かいギミックが、後継者は後継者ですね、はい、で、言ってみれば室内コンチですね。あ、はい、室内コンチで、これはもともと止める機構がなくて、このワイヤーでいいかと思って、あ、はい、うん、ワイヤーで止めるようにして、あそこがバッテリーか、はい、レザー貼ってある箱がバッテリーです。はい、もともとはフロントに積んであったものをリアに移動してある、うん、まあフロントはスペースがあまりにも少なすぎるので、はい、で、あれだね、テールランプとかすごいよね、感じ、造形やなんかな。そうですね、特徴的というか、横から見るとすごい面白い形してる。はい、ほんとロケットみたいな、こんな感じかな。これが今一回上げると、いっぱいまで上げるとボンネットロックして、もう一回上まで上げると解除されるっていうロック機構が、はいはい、割と、はい、もうなんか今の現代だとまあアブソーバーもありますけど、棒みたいなものよりもちょっとなんか立派な、ね、ただ初めて来た時この機構は死んでて、あ、はい、この機構を出させるのにすげえ苦労してんだけど、はい、全然触れられないですけど、後ろのガラスが2枚なのがね、おしゃれですよね。そうだね、鍵を抜かないとロックもできないっていう、これは当時の不便なところだよね。まあ、はい、鍵なくさない仕様なんですかね。まあ、そんな感じかな。内装だけど、まあ、シートが結構ゴージャス
感じだと思います。そうですね、あの当時もんのモコモコな感じを再現しながら、現代のレザーで塗ってあるような感じです、はい、あのシートすごい出来いいです。これそうですね、高級感感じますね、うん、それから、レストアしたんでここらも、木目がもうなくなってて、本来ゼファーってこれ木目なんだよね、はい、でこれは、カスタムペインターさんに、こういう木目にしてくれっていうのを伝えて、でペイントで木目を再現してる。そうだね、はい、これはオールブラシだね、はい、うん、で内装というと、うん、まあエアコン吹き出し、はい、エアコン吹き出しが3つか、エアコンスイッチと、でエンジン始動がこれ1回入って、これ ACC かな、でもう1回でエンジンスタート。これメーターは、メーターはね、ダコタデジタルで、全部要するに電気信号に変わってて、はい、針はアナログ的な動きするんだけど、要するに昔だとスピードメーターがワイヤーとかそういうのがあるんだけど、これは全部電気で制御されてるっていう。あ、雰囲気あんまり壊さずに、割とそのそうだね、スムーズっていうか、なんていうんですかね、うん、スマートな感じ、非常に、ね、あるんですね、こんな形のメーター。まあオーダーなのか分かりません。これオーダーだけどね。オーダーですかね、うん、はい、そんなとこかな。まあもう本当に雰囲気を壊さずに、内外装ともに、クラシックな雰囲気を保ちつつ快適さを、追求したというイメージですね、はい、ですね。これメーター、センターメーターなんですけど、うん、これハンドルの奥のこの小物入れなんですか、ダッシュボードなんですか、このどれ、それ、はい、これダッシュ、わからないですか。ね、これはね、もなる、あんまりならないな、奥にヒューズホルダーがあって、はい、まあ、こっからメンテしやすいっていう。ちょっとそこにグローブボックスがあるタイプは初めて見ました。で、ここに多分これから、オーディオインストールされると思います。そうですね、オーディオ、こっちもそうなんだけど、あのすでに裏にエアコンがあって、はいはい、まああんまり入らないですね、箱をつけたとしても。 ETC ぐらいかな。あ、はい、あれじゃない、これも不便なんだけど、鍵がないと閉まらない。はい、セキュリティは高いですね。あと当時あれだね、灰皿重要アイテムだね。これ2個灰皿ですか、もしかして。これツインで灰皿、まあ、左右対称で非常に美しいといえば美しいですね、シンメトリーが。一人に一つ灰皿っていうのが、はい、この灰皿もこの辺の、鉄の部品がもう存在しなくて、あ、こう割と作ってます、作ってます、はい。まあ、今灰皿もついてないですからね、今の新しい。そうだね、その辺はちょっと古い車なのかなという。どうなんだろう、灰皿ここにもついてて、あ、はい、あとはルームランプ関係も一応光るようにはしてあるかな。これシガン、こんなとこにもついてる。シガン、当時タバコがいかに市民権を得てたかっていう。後ろの人もシガーソケットを使えるというかな。一応これも、はい、あ、全機能回復させてるんで、しっかりルームランプもつくね、はい、大変ですからね、配線だったりも古くなってるんで、
そんなとこかな。はい、いいですか。はい、お願いします。じゃあ下回りいきます。はい、下回り、さっき話したエアインテーク、まあエアフィルターとかね、はい、がここにあります。まあ、現行の車だと水没とかがないと結構上の方にあるんですけど、スペース的にここしかなかったっていう感じですかね。そうだね、うん、でここの方がフレッシュエア吸いやすいかなっていう感じで、このアルミニウムの中にエアフィルターが入ってますね、はい、で、これがさっき話したパワーステ用のラッグ&ピニオン、はい、で足回り自体は、アメリカのパッドマンファブリケーションのマスタング2。はい、ま、割とフロントの足回りではスタンダードな、うん、スタンダードですね。だもんで、分かりやすいことで言うと、そこの外に元の足回りがある。あ、はい、あ、それ非常に分かりやすい。どれですか。こいつがフロントだったと。あ、これですか。うん、もともとついてなかったの。そうそう、これ、うん、はい、非常にさっぱりとした作りの、はあ、これが、ごめん、違った、ごめん、違った、こっちだ。こ、あ、こっちですね、うん、はい、まあ似たような感じの、うん、フロントもリーフなんですね。そうだね、横置きリーフの、はい、まあどうだろうな、リアカー程度でね、足回りリアカー程度、はい、はい、で、これがリア、リアのデフ、ちょっと変わったデフですね、うん、はい、まあその37年ですかね、うん、37年、まあ、70年前の雰囲気ですね。本当にリヤカーみたいな、ね、割とこっそりとした、ある意味貴重品ですけど誰もいらないかな。ブレーキもまあドラムブレーキがついてて、うん、前後リーフ、足割りのちょっと変わった構造なんですかね、この長い三角形の。当時割とこれ多いと思うよ。もともとはこういう足割りのものを、うん、なんていうんですかね、今度じゃあここに来ると、まあまあほぼ現代車だよね。ダブルウィッシュボーンの、はい、コイルオーバー、はい、車高調整が多少はできますね。ああ、はい、うん、ここ、こいつを回すことで、はい、まあ、よく言われる車高調という感じですね、うん、そうだね。ブレーキはドラムじゃなくてドラムだったものを、ウィルウッドの 12.7 インチだったと思います、はいはい、ウィルウッドの4ポットか4だね、はい、4ポット、はい、うん、で、でミッション、ミッションなんと新品なんですね。あ、エンジン、ミッション、新品ですね。ピカピカです、ニュー。まだタグがついてますね。はい。はい、の、どうだ。当然、マフラーは引き直しってことになるから。はい。あと、他に解説。そう、この新品っていうのはが、まあそのアメリカではそのパッケージみたいな感じで、うん、エンジンのミッションとコンピューターまでのセットかな、はい、メーカーとしては、GM、 基本 GM GM ということですよね、うん、でコンピューターとセットでパッケージされているものがアメリカでは売ってる、うん、売ってるということです。はい、よかった、油漏れてないしって感じか。そうですね、非常に綺麗ですね、はい、それでイヤの足回り、それでイヤはライドテックの4リンク、はい、フォーリンク、これはフォードナインですね。はい、デフはフォードナイン、フォー
9の、トライアングレーティッドフォーリンかな。トライアングレーティッドフォーリンか。まあまあ、三角形がトライアングル。あ、ここの上ですね。ここの上と、この二軸って考えるんですね。まあ、だいたいアッパーが 中央制御か。中央、デフが中央に来るように誘導するような感じ。はい。リアも、ディスクブレーキですね。そうですね。これも4ポットか。これは11だったと思うけどな。予算よかったらこっち向いて喋ってくれるといいですかね。はいはい、あ、まあでもしょうがないですよ。すいません。マフラーはデフ下を通す。デフ下でもいいかなと思って。はいはい。まあ、まあ、車高も低くないし、そうですね、まあスペースもありますし、ぶつかるようなこともないですね。まあ頑張れば上またげてるけどね。はい、ちょっと、かなり複雑な構成になるね、上またいだ方がね。はい、それぐらいかな。ガソリンタンクは本物です。当時ものガソリン、あ、タンク、当時もの、はい、だけど、ポンプが、タンクの中に落とし込んであるやつで、要するに電動ポンプが別体につくんじゃなくて、タンクの中に電動ポンプが入るっていう現代車の構造。あ、それは変えてある。そこの部分は、変えてある。はい。